どうもあのね、はじまです。いやなんか最近延長事件とかがあってもなんかそれについて熱心に話したくなくなったんですよね。やっぱりそのなんかゆりひとさんが井川の犬だった、残念なのかって言われても、まあ最後に上げた動画も結構面白かったしね。まあ誰にでも炎上が来るってことが分かったよね。なんかね、最近単純に僕面白いものが見たくて、つまんないんですよ今 YouTube。 ヒカルさんのなんか店長との掛け合いは、僕ヒカル信者なんでって言っても、俺そんなにヒカル信者じゃないんですよ。ヒカル信者まだ 20% くらいなんですよね。どうせ俺多分ファンクラブ入りませんよ。やっぱ4000円高い。4000円は高い。高すぎる。いや、入りたい。お金があれば。でも俺は金ないんで無理ですね。確かに高いっていうかね、それはできない。金は払わないよっていうね、まあ、スタンスです。僕は。まあ、無料で見させてもらってる。で、なんか、井川の犬だったか。井川さんのね。まあ、めっちゃ咳出る。でもなんか YouTube つまんないんですよ、やっぱ。そんな、どうでもいいリークとか。面白いリークならいいよ、そら。ちょっと、俺はね、なんか、どんどん炎上への関心が薄れてるんですよね、まあ。チャンネルにモノモースとか昔はバリバリにやってましたけど、お前に一言だモノモースっていうね、感じのイラってくる人がいないんですよ。でもいるわ。今度動画出すわ。俺嫌いな YouTuber がいるんすよ。何人か。何組かだね。じゃ嫌いな YouTuber について喋るか。やっぱ愚痴は大好きだ。ね、僕はいい人間じゃないね。まあ、俺嫌いな YouTuber。じゃあ嫌いな YouTuber 喋るわ。まあ、やっぱり柴田さん。ですけど、料理動画を除いて。まあ、料理動画以外すごいつまんない。料理動画俺好きですよ。まあ、飛ばし見ても10秒スキップしながら見てますけどね。まあ、10秒スキップしながら見てるって言ったら、スマホから見てる人が伝わりやすいかなと思って。ね。スマホで見ないんですよ、あんま。いつもスマホを片手にゲームしながら見てるんで。スマホで見ないですけど、でも料理動画やっぱ好きですね。その、まあ、その、ほんと、ね、家庭的な動画でいいなと思います。クッキング動画はね、もう悪いところがないんでね、あんま喋らないってところもやっぱ配慮があって、すごいいいなと思います。俺はね。美味しそうなもの見るの好きなんで、クッキング動画はね、100点。っていうことでね。いや、小ネタ。来ると思った。100点。100点。っていうか、最近ハマ、みんなね、100点。っていうね。新しい決め台詞。100点。100点。最近スローロリス、面白かったですね。こいつ、ぐーって言って、なんか、わかんねえ、和寿司みたいな。なんか、輪っか寿司みたいな、おらーみたいなね。輪っか寿司じゃないが、なんか包んだやつあったじゃん。油で包んだやつ、猛状油みたいなので、うらーってこうやって奪ってましたね。あれ面白かったっす。あれは面白かった。いや、面白い、あれ。あれ面白い。これ結構早いですね、スローロリスって。スローって言ってるくせに、スッって動くって。あれは面白かった。いやー、面白いっていうよりはね、はーって、和みますよね。こうやって、ね、ハングリーでしたね、あの瞬間。こうやってなんか、ね、カバンみたいな、なんかね。いたじゃん。カービィの、なんか、こういうやついた。ゾーン、ん、パーンみたいなやつ。あいつみたい。わかりづら。例え。なんその例えみたいな。なんか、例えってないよな、もはや。まあ、嫌いな YouTuber について喋る。柴田さん何が嫌いか。いや、つまらない。いや、面白くない。
それだけです。うん、面白くないですね。はい、あの人は。いやな、何が俺が嫌いだったかっていうと、自分が一芸あるみたいに言っちゃってるところが気持ち悪いなって思って。いや、まあ、ヒカキンはビートボックスあるけど、最近の YouTuber 一芸ないよね。まあ俺はプロレスとかあるし、さらっと言っちゃってる。そのプロレスで全然食えてないけど、全然プロレス動画出さないけどね、一芸って言ってんのに。ほんとヒカキン化してるよね、柴田さんって。あんまプロレス動画出さないし、で、まあ出してもらったところで僕見ないんでね、プロレス動画ね。プロレスは見ないっす。はい、柴田さんのプロレス動画は望んでないんで、まあそれでいいんですけどね。うん、いやー、まあ単純に面白くないけど悪口を言う。でも俺、頼人さんもあんま好きじゃないんですよ。動画の構成の挨拶がやっぱ気持ち悪い。いや、挨拶は気持ち悪い。内容は、ヒカルの我が頭っていうの好きですけど、あとなんか、タイトルサムネ、詐欺ってもいいみたいな感じあるじゃん。あれすごい気持ち悪いよね。なんか、半分もなんかね、名誉毀損罪みたいな。グレーだもんね、あれ。ああいうとこでまあ、キッズを騙して見てるけど、まあ、あそこだけは俺、隠してほしい。頼人さんの動画ですみたいなサムネに、俺だけやってほしい。あれが不快、見てて、やっぱり、あのサムネイラ。人ディスってんの俺やっぱ好きじゃないんすよ。だって人ディスる必要ないんだもん、生きてて。俺今その瞬間そうだよ。無駄、もう不利益なこととか無駄、もう無駄を極めしことをしてるんですよ、今僕は。ディスってるっていう。まあ、興味のない人っていうのが多いです。嫌いな人って本当にいないです。うん、つまんない人は嫌いではない。興味はないよ。で、面白い動画が最近見れないんで、ちょっと悲しいっすよね。うん、なんか水溜りボンドのね、なんか100キロ走るみたいなとか言ってたけど、それ面白とか言って聞いて、全然面白くないです。100キロ走って負けたら面白いぞって言うけど、そのノリはちょっと通用しないな。いや、単純にやっぱその、UFES って確かに一つの面白さではあるけど、笑いはしないよね。滑稽だが笑えないってやつか。滑稽っていう笑いだよね。100キロ走ってんのに、みたいな。ね。いや、単純に面白くなかった。ほんとつまんなかった。なんで俺が憤り立ってるかっていうと、単純にああいう大きなステージであいつまらないものを見せられると、ムカつくんすよ。いや、だってユームだって見てつまんないだろうと思うかもしれない。俺はやっぱ期待してた YouTuber いるんすよ。二人。あ、でもね、俺面白い方見てなかった。まず、アバンティーズとはじめ社長は、まだ面白かった。うん。つまんない組の方先に見ちゃってさ、川西美樹さんとか、なやねんそれって。で、心理テストとか始めて、どんだけ手抜いてんじゃこれみたいな。1000万円いらないですよっていうか、なんかすごい。で、プリットチャンネルすごい地獄だったよね。いや、5万、まあ、マックスベッドもなんか、肩に力が入りすぎてもないし、ちょっと入って、ちょっと力んじゃって、あいクソみたいな先に出されると、編集はすごい、いつもよりはすごい凝ってるけども、やっぱりその、つまらないよね。だって絶対、いつものマックスベッドさんの、UG! みたいな方が面白いもん。それだよね。なんでいつもよりつまらないものを出すの？ウームだからつまらないものを出していいの？みたいな感じでした。爪痕残せてないしね。マックスベッド、ちょっと次動画投稿されても、その一本は見ないよ、俺は。あんなつまんなさだったら。うん。プリットチャンネルもね。ずっと、あの人、目つけてなかった。で、案の定、ああいう UFES に出て、ああいうなんかよくわかんない動画。YouTuber 歌手デビューって、なんか、草なぎ剛、YouTuber 草なぎ剛爆誕みたいな、そういうノリでテロップ出せる。ほんとすごいつまらなくて、金色のなんかね。全員つまんなかった。最初俺が見た、シェアしたい部門。ゴミ。うん。憤り。ああいうでけえ舞台に立ってんのになんかよくわかんねえクソみたいな先に出されるとすごい苛立ったよね。苛立ちが。ね。ああいうので1000万円を狙おうとした意気込みに対してちょっとね。ああいうのじゃ素人って言われちゃいますよね。面白い時もあるんだけどな。はっきりとつまらないって俺は言いたいけど、まあ、俺が、まあ、水溜りボンド試して、いやー、面白かったっすよって言っちゃうんですけどね。はい。そんなね、いや、つまんなかったよって俺言えねえよ。うん。
言えない、まず会えないしな。いやいや、あれつまんなかったよ。じゃあもう場の空気最悪にないんじゃん。日本人としてやっぱ空気を読むっていうね、よくわかんないね。日本人ってすごい技術持ってるからな、空気読めんだぞ。ね、リーディングエアーだからな。リーディングエアーができる。エアーをリーディングできちゃう。リードできちゃう。ん？ライティングもできちゃうのかな。空気を読むことができれば書けちゃうのかな。空気を書けってね。よくわかんないね。まあ嫌いな YouTuber。単純に面白くないものが嫌いです。面白くないものが嫌い。うん。参考一とか見ないけどね。顔めっちゃ熱い。ああ、床暖房。床暖房、めっちゃ熱い。蒸し風呂だよ。あいつ。いやでもね、まあ、僕はね、自分の動画面白いと思ってるっていうのは、やっぱ自分のすごい好みに合った動画ができてるんで、まあ面白いのは当然ですよ。ほんと自分の動画面白いなって思ってて。みんな面白くないって思ってるかもしれない。でも俺は世界一自分の動画面白いと思ってる。それは嘘。でもやっぱ、俺は俺の信者だからね。信者第一号はやっぱ俺なんですよ。自分の面白さに見込んで動画始めてるから。自分の動画にいいね押さないで誰が押すんだよって話じゃん。俺底辺 YouTuber だ。誰も押してくれないんだ。だったら俺で押すしかないだろうって。だって面白いんだもん、自分の動画は。っていう、確固たる自信があります。はい。まあ、こういうの過去に見たら恥ずかしいですけど、しょうがないですよ。いやー、でもね。いやー、でもね。柴田さんで俺は10分使いたくない。ヒカルさんで30分使えるからね。俺もよくさ、俺じっとしてるのが、なんか俺、もうじっとすることができない子なんですよ。だけど30分見れちゃう。多分俺、光る教信者だわ。光る教信者ですからね。光る教の教信者です、僕は。はい、狂ってます。だってまずおかしいじゃん。30分の動画さらっと見れちゃう。これ信者だよ、俺は。やばいね、俺。でもね、あと J の挑戦もあんま見ないけどね。まあ俺はモノモス系 YouTuber で唯一面白いと思うのが、モノモスじゃないけど、レディオタック TV めっちゃ面白い。あとあれ、迷彩シガレット。あれめっちゃ面白い。迷彩シガレットの成瀬くんがちょっと、なんかね、寿司ラーメンリクを彷彿とさせる面白さがある。寿司ラーメンリクくんってね、意外にトークが魅力的、喋りが魅力的な人なんですよ、あの人。でも最近出してないけど、結構昔の見ると、いや、何々しちゃいたいみたいな。そういう独特な話し方、癖を持つ男、寿司ラーメンリクくん。いやー、僕寿司ラーメンリクくん好きですよ。面白いんでね、俺最初ちょっと嫌いだった。いやもう、ふざけんなって思って、その、ハードルがね、下げちゃったの、自分で嫌いにして。めっちゃ面白かった。いや、めっちゃ面白いじゃんってなって。なんか知らんけど、いけつかなかったんですよ。いや、そんな面白くないだろ、面白っ。なんてね。でも、面白い人動画投稿頻繁できないな。まあ、でも俺はあんま嫌いな YouTuber いないですよね。まあ、絡めるならね、みゆう以外とはどんどん絡めていきたい。みゆっていう底辺 YouTuber 嫌いなんですよ。でも俺のチャンネル登録者数の20倍くらいあるけどね。全然底辺じゃない。俺の方が底辺だけど、いや、俺はあいつは嫌いなんですよ。いや、単純にルックスですよね。ルックスがなんかひどい。ひどいくせにつまんないっていう。地獄？ルックスがやっぱいけつかないっていうね。生理的に無理ってやつですよ。そういうやつ。だから顔って重要なんだなって思った。で、あと声ね。あのバカみてえな鼻声。嫌われるためにお前生まれてきたんかいっていう声。
はい、どうも、みゆですみたいな、なんかすごい声なんですよ。やばみたいな。お前、嫌われるために生まれてきたのみたいな。あと、ツイッターによく自分の写真あげるからね。うん。俺も確かに面白ナルシストなんですよ。自分の面白いと思うところはナルシストなんですけど、自分の容姿は全然受け入れ難いものですよ。こんな顔俺ね、ツイッターで上がってきたらブロックしますよ。昔上げてましたけど、でももうしません。もう自分の顔は嫌いですけどね。面白さとしては全然結構高いですよ。面白指数は高いですよ。結構この顔ね。うん。ですけど、やっぱその、映していいもんじゃないし、なんなら動画投稿するなって人するけど、それちゃうやんって話。じゃあ分かった。プリッツいいけど、もうこれでやるから。まあ、その、なんつうんだろうな。俺は、なんだ、みゆうくんが嫌いなり、やりづれえよ。なあ。ね、乗りツッコミさせんな。乗りツッコミ1回500円のところ今なら無料って。無料ですからね。無をいただきます。はい。意味わかんなーい。墓地に埋めるぞーってことだよね。墓地に埋めるどこら辺のですかねって。なんで無言っていうね。ああ、カモーカモーカモーベイベーナウカモーベイベーああ、ツイスタンドシャウトカモーベイベーカモーカモーベイベーナウカモーベイベーああ、シャゲナファゲナラーカモーベイベーカモーカモーなんで俺ツイスタンドシャウトふざけて歌ってんだろう。普通に怒られるしな、ファンの人に。普通にふざけてるもん。つまらないおふざけを。カモ、カモ、ベイベーとか言って。なあ。最近ハマってるんですよ。その、ティスター&シャウトをね、ふざけて歌う、ハマってるんだな、俺。わげなわげなのー、カモンベ、ふぅー。いや、うるさいよ。静かにしろ。ベラミーって斬撃タイプ？そらそうだ。格闘野心だよ。いや、金髪ってだけで心属性にすな。うん。あ、すいません。あ、すいません。ワンピーストレジャークルーズの記事見てました。許しておくんなまし。っていうことだよね。YouTube ね、最近つまんねえ。うん。僕はやっぱ PDR さんってめっちゃ YouTube 拒絶するじゃないですか。うん。でもすごいつまんないのいっぱいありますけどね。道たまりボンド、でもね、YouTuber って意外にサブチャンネルが面白かったりする。その、狙ってる感じがしないから、すごい好き、サブチャンネル。最近 YouTube つまんないです、はっきり言って。うん。勢いが落ちてる。ヒカルさんたちに勢いを上げればみんなもいい動画を出すようになるんですよ。切磋琢磨して。ラファエルさんとかそういう人たちって面白さの滑走剤でもあったんですよね。やっぱそうやってみんなに見てくれる。まあそういうね、まあ尖ったことやって、ようやくフィッシャーズも追いついてきたか、みたいな感じで言って、で、ムッとさせて、滑走剤の役割をしてたけど、まあいなくなってからすごいつまんないですよね。東海オンエア最近すごいつまんないけどね。入った瞬間なんかつまらない動画をあえて出してきてんのかって感じするけどね。前の自分の親シリーズ結構好き俺。親が作ったカレーの味わかる説って俺あれ好き。あれ好き。めっちゃすごくね。あれは好き。あれは天才。だけど最近のやつはなんかつまんない。応援歌とかなんか、ん？ピオ。うん。あ、でもなんか東海はなんか、そうだ。なんか大変なことしてた気がするな。最近東海はすごいなんか大変なことしてた気がする。新宿は豪雨。
すごいアホ面を今さらしてる。アホ面さらしマン。応援団結成、24時間歩きチャレンジしてるんで、柴田くんを応援してくれる方、6時半に豊橋公園に集結してください。24時間歩きってやべえな。24時間歩きって意味わかんねえよな。だって24時間テレビよりきついぞ。あれ、24時間テレビなんてあれ全然休んでるもんな。全然休んでる。あれバカ休んでんじゃん。なんなら、うん、合計5時間くらい休んでんじゃん。おい、今度なんかマイナス24時間テレビで24時間放送して100キロマラソンと言いながら、あ、すいませんって言って、スポーツカーで来ちゃいましたって、開始30分とか、なんか開始2時間くらいで到着して、感動をぶっ壊してやりて。それやりて、ブーンって言って、うーんって、なんかもうめっちゃ、もう警察とか振り切って、待ちなさい待ちなさいって、あ、すいません、24時間マラソンなんで、って言って、ブーン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 って言って、それめっちゃ面白くね。ゴーンって言って、爆発落ちにして、ランボルギーニの車で、このテープをペチーンって切る。で、司会者引き殺す。いや、それは怖い、普通に。普通に、放送事故じゃなくて、普通の事故だからな。普通に事故。本当の放送事故だよな。事故にも程があるじゃん。もう事故中の事故。やべえ。でもそれやりたくねえ、みんな。だって中継、中継テレビが、うーんって言って、この、桜ーって言いながら、シューンって言って、なんかそのめっちゃ、リニアモーターカーみたいなので来てよ。ブーン、はい、どうもーみたいな感じで。リニアモーターカーいいな。そういうクソみてえなやりたい。ああ、疲れたとか言ってね。その、最初に仕込んどくの。うわー、足痛いです、みたいな。のくせに1時間で到着してるしな。100キロくらい。意味わかんねえよ。うん。リニアモーターカーってじゃあ600キロくらいか？知らねえ。600キロでしょ？600キロなんだよ、リニアモーターカーはや。10分で着くじゃん。ピャーンって言って。どうもーって言って。いいね、それやってみて。やりたいわ、それ俺。24時間ランナーで。めっちゃ、まあ、ギャラ全部天引きされるけどな。天引きじゃなくて、明細書なんかもう借金するからな。何十億って借金するだろうな。最悪じゃねえかよ。ビル・ゲイツしかやんねえよ、そんな。ゲイツはやる。いや、そんな生産価値のないことしないか。いや、ゲイツさんの資産10兆だって。はぁ、じゃんもう。国、ビル・ゲイツって国作ろうぜ。ということでね、結論、お金持ちはビルが大好きでした。いや、すごいな。24分の動画でこれ飛ばしたらいきなりその最後の何十秒かで結果いっちゃう。何十秒で結果かかる。まさかの結果にですね。ね、雑談してたらまさかの結果にっていうクソみたいなタイトルで、本当にまさかの結果っていうのをしました。